マルチン・シュバゲルコは、スロバキア、バンスカービストリツァ出身の元スキージャンプ選手。1984年から1994年に、かけてチェコスロバキアを及びスロバキア代表として、国際大会で活躍した。シュバゲルコは16歳の時1983から1984、シーズンのスキージャンプ週間で、国際大会にデビュー。 ジャンプ週間の四戦では四十一位が最高位だったが、ノルディックスキージュニア世界選手権個人戦で優勝。サライボオリンピック代表に抜擢されて七十メートル級四十二位となった。九百八十六年十二月二十一日のシャモニーでスキージャンプワールドカップ初勝利。九百八十九年ノルディックスキー世界選手権ではイジーパルマ、ラディスラフドゥルホシュ。 パベル・プロッツと共に団体戦闘メダルを獲得した。1993年にチェコ共和国とスロバキア共和国が独立したが、1993年ノルディックスキー世界選手権にはチェコ、スロバキア混成チームで出場。フランチシェック・エージュ、イジー・パルマ、ヤロスラフ・サカラと共に銀メダルを獲得した。1994年リレハンメルオリンピックに スロバキア代表として出場、ノーマルヒル25位、ラージヒル28位となった。ありがとうございます。